失礼します。あれ、刹那先輩だけですか？みんな遅いですね。これじゃあまたかすみんとみんなのスクールアイドルとしての実力差が開いちゃいますよ。刹那先輩。うわ、かすみさん、びっくりした。いつ来たんですか？今ですよ。失礼しますって言ったじゃないですか。無視するなんてひどいです。無視していたわけではありませんよ。動画に夢中で気づかなくてごめんなさい。動画？一体何見てたんですか？気になりますか？これです。今私の中で最高に熱い作品なんです。スポーツアニメなんですけど、すっごく面白いんですよ。いきなり目をギラつかせないでくださいよ。っていうか、アニメですか。ほんと好きですね。作中で取り扱うスポーツはアイススケートで、それに青春をかける少女たちの群像劇なんですが、可愛らしい絵に対し、ストーリーはリアルかつ濃密。登場人物たちの競技に対する情熱が丁寧に描かれていて、プライドをぶつけ合いながらも共に成長していく姿に激しく心を揺さぶられるんです。試合のシーンも迫力満点で、まるで本当に試合会場で観戦しているかのような臨場感が。ああ、はいはいはい、わかりました。面白いんですね。もうアニメの話になると止まらなくなるんだから。でもアイススケートを扱う作品ってなんか珍しいですね。バスケとか野球とかは結構聞く気がしますけど。そんなことはありませんよ。アイススケートを扱う作品はこのアニメ以外にもたくさんあります。どれも面白いですよ。試合で削られ舞い散る氷の粉がスポットライトのように登場人物たちを照らす描写は、もうため息が出るくらい綺麗で。はい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 。スポーツものには独特の熱があると思うんです。ファンタジーのときめきやミステリーの緊迫感とも違う、スポーツものだけにある熱が。その熱をスケートリンクといういてついた戦場に解き放つ。いいですね。私もこのアニメみたいな冷たくて熱い勝負がしてみたいです。ふーん、じゃあしましょうよ、勝負。どうせならミューズやアクアの皆さんにも集まってもらってスケート対決です。それは面白そうですね。でもかすみさん、スケートできます？何ですかその疑わしげな目は。スケートくらい余裕ですよ。刹那先輩こそ勝負したいなんて言ってちゃんと滑れるんですか？言いましたね。私だって勝負に挑むくらいの実力はあると自負しています。にひひ、決まりですね。覚悟してください、刹那先輩。それはこちらのセリフですよ。スクールアイドルとしての意地とプライドをかけて全力で戦いましょう。遅いですよ。ごめん、ちょっと電車遅れちゃって。そんなに待ってないから大丈夫よ。ヨウさん、マリさん、久しぶりにゃ。あら、他のみんなは？虹学はカスミンと刹那先輩だけです。そっか、アクアも今日は私とマリちゃんだけだよ。ミューズもリンちゃんとマキちゃんの二人？うん、パヨチンたち用事があるみたいで。今日のことは突然の連絡になってしまいましたからね。皆さんだけでも来てくださって嬉しいです。私はただの付き添いよ。リンが
誰も行かないの？って泣きそうだったから、一緒に来てあげただけ。ベンチで見てるからみんな好きに滑って。そんな、まっちゃんも一緒に滑ろうよ。大丈夫よマキ、口ではそう言いながらも心はウキウキハッピングなこと、マリーはちゃんと分かってるからね。ウキウキとかしてない、勝手に決めつけないで。それにしても突然スケートに行こうって言われてちょっとびっくりしたよ。何かあったの？ああ、それはスケート対決？はい、今世界的に大ヒットしているスポーツアニメのような戦いをするために皆さんにお集まりいただいたのです。そしてスクールアイドル同士の冷たく熱い戦いの果てにカスミンが勝者として君臨するのです。世界的大ヒット？初めて聞いたにゃ。そんなことのために呼ばれたの？私たち。すっごく面白そうじゃない。スケートで勝負なんてワクワクで胸がバーニングしそうよ。ちょうど6人いるから3対3に分かれて勝負できるね。リンもやりたい。寒いけど燃えてきたにゃ。ちょっと待って、みんな本気？チーム分けはどうするの？あみだくじで決めましょう。メリーが作るわ。あみだくじってまためんどくさそうな方法ですね。まあ決まれば何でもいいですけど。よし、決まった。かすみちゃんとりんちゃんと私が同じチーム、マキちゃんとせつなちゃんとマリちゃんが同じチームだね。これでいよいよ始められますね。さあ皆さんリンクに上がってください。開会式です。ちょっとせつな先輩、一人でグイグイ進めないでくださいよ。まだちゃんとスケート靴履けてないのに。これよりミューズ、アクア、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会によるアイススケート対決を始めます。冷たく熱い己のプライドをかけた氷上の真剣勝負、熾烈な戦いの末に栄光をつかむのは果たして誰なのか。リンクを溶かすほどの情熱、存分にぶつけ合いましょう。ファーストゲームはリン VS せっちゃんのスピード対決よ。2人ともファイト。頑張ります。なんで刹那先輩がリンちゃんと戦うんですか？もともとカスミンと勝負するって話だったのに。まあ阿弥陀で決めたからね。カスミさん、あなたとの決着もいずれ必ずつけることをお約束します。だから今は、今だけはこの戦いに集中させてください。うわぁ、もう完全にスイッチ入っちゃってるし。わかりました、絶対忘れないでくださいよ。ルールはリンクを一周して先に戻ってきた方の勝ちよ。 OK？ うん、頑張るにゃ。いいお返事ね。じゃあそんなリン選手に意気込みを聞いてみようかしら。コメントプリーズ。コメント？本物のスポーツ選手みたい。氷の上を走るのはあまりやったことないからちょっと緊張するけど、走るのは大好きだから地面でも氷でも誰も追いつけないくらい速く走るにゃ。応援よろしくにゃ。バキュリン、じゃあ次はせっちゃん、コメントプリーズ。
向けてコンディションは万全に整えてきました。資格はありません。見据えるは栄光のゴール。必ず勝利を収めてみせます。うん、せっちゃんの目の中に燃え盛るファイヤーが見えるわ。さすがリンクを溶かせなんて言うだけのことはあるわね。二人の意気込み十分に伝わったわ。それじゃ勝負を始めましょう。リンちゃんファイト。応援してるわ。頑張ってね、せつな。はい。二人ともスタンバイ OK？ 行くわよ。レディーゴー。にゃっ。という間に進んじゃいましたよ。初戦から黒星というわけにはいきませんからね。最初から最後まで全力フルスピードです。せつなさんすごいにゃ。リンだって負けないよ。それリンさん、なんという凄まじい加速。くー、私だってまだまだ。楽しい楽しいにゃ。地面を走るのとはやっぱり全然違う。一歩だけでもビューンって進んじゃう。冷たい風も気持ちいいにゃ。このままどこまでだって行けちゃうにゃ。リンさん、なんて眩しい笑顔。キラキラ輝いていてとても綺麗。あのスケートアニメの主人公が初めて氷上を滑った時と同じ表情です。スピード対決、ウィナーリン星ゾーラ。お届けザッカー。サンキューベリーマッチニャー。やった、リンちゃん。本当めちゃくちゃすごく、まあ悪くなかったんじゃない。惜しかったわね。絶対勝てると思ってたんだけど。私も負ける気は一切ありませんでした。勝てなかったのは本当に残念です。ごめんなさい。でも悔いはありません。金メダルより眩しくきらめくものを目の前で見ることができましたから。アイススケート対決第2回戦はヨウさん対マリさんのフィギュアスケート対決です。フィギュアスケートなんて2人ともできるの？ No problem。 リンとセッちゃんの熱いバトルを見てマリーのパッションもバーニング。今なら何でもできる気がするわ。フィギュアの試合を参考にジャンプとか回転とかやったことあるから大丈夫。頭の中でだけど。ところでフィギュアスケートの勝ち負けってどうやって決めるの？点数で決まるんだっけ？はい。でも今回は正式なフィギュアの試合というわけではないので、3分間でより多く技を披露した方の勝ちということでどうでしょう？いいんじゃないですか？わかりやすくて。とにかくいっぱい技を出せばいいってことだね。おわい、マリーのスケートスキルたっぷり見せてあげる。決まりですね。では始めましょう。フィギュアスケート対決スタートです。 Let's enjoy skate。 出し惜しみはしないわ。行くわよ。スペシャルムーブ、レイバックマリパワー。小さい頃に遊びでやったきりだったけど意外とできるものね。あの足を開き背中を大きく反らした滑り方はオリンピックでも披露されたかの有名な。このゲーム
ビクトリーはマリーがいただきです。ひぃー、なんであんな体勢で滑れるんですか。見てるこっちが怖いですよ。やるねマリちゃん、私も負けてられないな。よっそれ。うわー、ヨウさんすごい。片足あんなに上げたままくるくる回ってプロのフィギュア選手みたいにゃ。思ったよりずっと滑れてる。これならできるかな。テレビでも見たトリプルアクセルとか。よし、やってみよう。3回転半だよね。いくぞ、せーの、ゴー。やったー、できちゃう。うわー、いたたたた、失敗。やっぱり素人ができるもんじゃないよね。回転も足りなかったのかな。でも2回くらいは回れたかも。技の数はマリさんが8、ヨウさんが6ということで、第2回戦勝者はマリさんです。イエーイ、Thank you! I'm wonderful!すごかったわね。あの後も大技をどんどん繰り出して、なんかもう派手というか、ひたすらインパクト重視というか、観客を魅了してこそフィギュアスケートでしょ。ヨウさん大丈夫？転んだ時腰とか膝とか打ったんじゃない？辛いなら無理しないで座ってた方がいいんじゃないですか。別に心配してるわけじゃないですから。倒れられても面倒ってだけで。平気平気、ちゃんと受け身取ったからなんともないよ。ありがとね。勝てなかったのは残念だけど楽しかったな。もし次があったら今度はジャンプ成功させたいな。1回戦はリンさん、2回戦はマリさんの勝利。両チーム1勝1敗の同点。次のゲームで全てが決まる。出番よマキ。え？私？マキさん、私たちの思いをあなたに託します。どうか栄光の勝利を掴んでください。いや、ちょっと、もういいでしょ、引き分けってことで。やる前から諦めてはいけません。大丈夫ですマキさん、あなたならできる。あなたが銀盤の上で華麗に舞う姿が私には見えます。迫ってこないで。そんなに勝負がしたいなら、刹那かマリのどっちかがもう一度出ればいいでしょ。私はスケート対決するつもりで来たわけじゃないのよ。ただの付き添いだって最初に言ったじゃない。阿弥陀仁に名前を書いた時点で対決に同意したとみなします。諦めるのよマキ。いえ、勝負は諦めないでほしいんだけど、これはそう、乗りかかったシップ、全ての勝負が終わるまで降りることはできないわ。シップ？船ですね。ここまでやったんだし、決着はちゃんとつけようよ。かすみちゃんの方はもう準備万端？あれ？かすみちゃんは？にゃ？あ、いた！かすみーん！どこ行くの？そっちはエントランスだよ！外に出ちゃうよ！きく！やだなぁ、りんちゃん。そんなのわかってるってば。ちょっと喉乾いたから自販機行こうと思っただけで。自販機ならベンチの奥にあるよ。ほら、すぐそこ。え？ほんとだ。
もうすぐカスミンの勝負が始まるんだから、早く準備するにゃ。ちょ、引っ張んないで。うわ、勝手に靴履かせるな。カスミンは他人に靴履かされると全力出せなくなっちゃうの。何わけわかんないこと言ってるんだか。滑れないんでしょ、本当は。な、最初は自信満々だったみたいだけど、フィギュア対決でマリが技を披露したあたりから顔がこわばってたもの。そんなわけないし、誰より可愛くて完璧なカスミンがスケートもできないなんて、そんなの全然あるわけないでしょ。っていうか、滑れないのはカスミンじゃなくてマキちゃんの方なんじゃないの。全然滑ろうとしないし。はあ、なんでそうなるのよ。私は滑る気がないだけで。はいはい、滑れるか滑れないかはリンクに上がればわかることよ。カスミンのスケート靴準備バッチリにゃ。うわー、いつの間にか紐までしっかり結ばれてる。あ、どこに行くんですかマキさん。今こそ輝く銀盤に勇姿を刻む時ですよ。さあ。話して。よし、じゃあスケート対決3回戦行ってみよう。二人とも頑張るにゃ。ちょっと待って、わかった、わかったから押さないで。足がフラフラする。どうすればいいのこれ。かすみさん、背中を伸ばして。無理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 、動いたら転ぶ、動いたら。かすみちゃん大丈夫。なってるね。骨に異常はなさそうだけど。マキちゃん、スケートできなかったんだっけ。そういうわけじゃ。いた。足？マキ、足が痛いの？大変だわ。ちょっと見せて。あ、ん？足首の後ろに絆創膏が。もしかして靴ずれ。それで足を動かせなかったんですね。でもそれならどうして今日来てくださったんですか。言ったでしょ、リンが行きたがってたからよ。みんな行けないって分かった時、自分も行くのを諦めようとしてたんだもの。すごく残念そうに。そんな顔見ちゃったら行かせてあげたいって思うじゃない。それに私だってリンと一緒にスケート行きたいなって思ったから。マキちゃん、そんなにリンのこと考えてくれてたんだね。マキちゃんありがとう、大好きにゃー。さっきは無理やり滑らせてごめんね。いいわよ別に。私こそ靴ずれのこと黙っててごめんなさい。そういうことだったんだね。じゃあもしかしてかすみちゃんも怪我を我慢してるとか。いえ、かすみさんはおそらく本当に滑れないかと。ですよね。そうですよ。スケートなんて一度もやったことないです。
こんな立つのも難しいなんて知らなかったんですよ。それならそうと正直に言えばよかったのに、誰も笑ったりしないわよ。笑われるとかそういう問題ではないです。これは超絶可憐なスクールアイドルカスミンとしてのプライドの問題なんです。でもそうなるとこの後の勝負は私とマリちゃん、リンちゃん、セツナちゃんでやるしかないかな。いいえ、なんとかマキさんとカスミさんにも参加してもらいたいんです。でもマキちゃんは怪我してるし、カスミンもまだちゃんと滑れないって。わかっています。でもここにいる全員でやろうと決めたことじゃないですか。誰一人欠けることなく最後まで走り抜けたいんです。青春のスケートリンクはそこを滑る全員の思いを受けて初めて輝くんです。アニメでもそう言ってました。いいセリフだと思ったらやっぱりアニメですか。何か方法が、そうだ、いいこと思いつきました。これを使いましょう。何ですかそれ、椅子？スケートリンク用のソリです。2つ借りてきました。ヨウさん、マリさん、ビンさん、ちょっとこちらへ。どうしたの？あのですね、こしょこしょこしょ、ナイスアイディアよ、せっちゃん。面白そうにゃ。カスミンたち抜きで一体何の相談ですか？また変なこと考えたんじゃないでしょうね。変かどうかはやってみてからのお楽しみだよ。マキちゃん、カスミちゃん、ソリに座って。さあ、ちょっと分かったから引っ張らないで。うふ、もう何なんですか。では皆さん、それぞれのソリの後ろについてください。マキさん、カスミさん、しっかり捕まっていてくださいね。いきますよ、せーの。しながら先にリンクを一周したチームの勝ちにゃ。先に行ってよ。ちょ、早い早い、スピード出しすぎ。出さなきゃ勝てないわよ。もう意味わかんない。わかんないけど悪くないかも。マキさん、何か言いましたか？なんでもない。ほら、しっかり押さないと抜かれちゃうわよ。なかなか面白かったですね、ソリ対決。どっちが勝ったの？わかんない。つい夢中になって何周もしてしまいました。ふーん、そっか、わからない。じゃあ延長戦ですね。もう一周しましょう。そうね、せっかくここまでやったんだからきっちり白黒つけましょう。わーっ、待って、少しブレイク挟ませて。仕方ないわね。じゃあ5分休憩したら再開するわよ。マキちゃん、リンもソリ乗ってみたいにゃ。次交代して。ダメ、この勝負のメインは私とカスミなんでしょ。だったら最後まで私が乗ってなくちゃね、せつな。そうですね。皆さん5分間しっかり休んで次こそ決着をつけましょう。